その瞬間、あなたたちの周囲に砂嵐が立ち込めます。ゲホゲホと舞い上がる砂に咳込んでいると、砂嵐が収まり。そこにはモルテザーと、砂の化け物が見たい。砂の化け物が？不気味な化け物の姿を見たあなたたちは3チェックお願いします。もうダメだー。成功は減らなくてよくて、失敗は 1D6。やばい。おーおー、耐えた。ここから戦闘が始まります。とりあえずモルテザー殴れないの？俺一応全体攻撃できるんだよな。グリンガムの無知。でも無知の技能値低いだろうしな。とりあえずデックス順なんでグサオさんから行動です。キックします。ターゲットは？化け物 A。あーグチャオ教授。老人のキックなんか使えねえよ。じゃあ化け物の攻撃で、一番ピンピン動けそうなメテオさんを狙って1体目が動き出します。避けろ、メテオ。シークレットダイス。1体目の攻撃は、メテオさんがひらりとかわしました。もう1体の攻撃がメテオさんを捕らえます。メテオさんは回避触れます。頼む。ああ、ダメだ。何歩食らうんだ？ 1D6。網だ。メテオさんの HP が2削れます。これでも一番高いのが悲しいところだな。で次がレイマリさんかな？自分の攻撃力はたかが知れてるんで。隠れます。おい？成功。成功すんなよ。じゃあ一人隠れました。バカだよマジで。砂がくれ。じゃあ俺ず突きやります。化け物 A の方に。おら？うわーやばい。来たわ、致命的失敗に。2個ストックあるわ今。2個ストック。どうすんのこれ処理。じゃあ2個のストックを使って、ズッキをしに行ったところ化け物に組みつかれてしまったって感じで、今身動きが取れない状態です。次回から STR 対抗で逃げ出せます。なのでとりあえずウパさんのターンはこれで終わりです。終わった。頑張れ、メテオさんしかいないんだまともなの。取り付いてる方だとウパさんが盾になる可能性があるから、B に攻撃するしかないんだよな。これさ、持ってる斧とかどうなんだろう。斧のダメージは 1D6 プラス1です。拳でいいや。お、成功した。ナイスナイス。やっと入ったわダメージ。7ダメージ来い。4。まあまあまあ。いやー、ダメか。ダメージを与えられなかったお前が言うんじゃねえ。捕まってるしなんなら。さてモルテザーは何やら、ブツブツと呪文を唱え始めます。やばいなこれ。モルテザーじゃないか狙うべきは。でも化け物放置してもだいぶダメージくるよね。次またグサオさんからね。ちょっとモルテザーに蹴り入れてくるわ。やったー。ナイス。モルテザーはかわさないのでダメージが入ります。ダメ5ありますよ。STR15 あるんでこの人。そんなでかかったんだ私。1D6 プラス1D4。いけ、ムートンショット。ああ。あれ、しょぼくね。ちゃんと靴履かないから。ダメだもう、歳が。はいじゃあ次が化け物のターンで。とりあえずウパさんに組みついている化け物が、確実に攻撃が当たるんで、ウパさん HP に減らしてください。で、もう一体の化け物がグサオさんに攻撃します。グサオさんこれ回避できる？成功だなー、回避で避けれます。ウェイー、神回避。神回避来た。グサオさんはなおかつカウンターもできる。グサオさんもつかめ。股間を蹴れ。コリエコリエシュート来た。ナイス、7来た、これでかい。化け物は攻撃を食らい、倒れてはないけどちょっと揺らいでいます。マジか、3時でも倒せないか。待って11ダメージで倒れないの？じゃあ次ウパさんは STR 対抗で、自分組み付き持ってるんで、ウパさんのそれ抵抗できないですか？じゃあ一緒に抵抗したってことで2人の STR 足してください。4しかない。役に立たねえ。ウパさんの STR は？ 15。じゃあ 1D100 で振って95未満だったら成功かな。余裕やん。はい、ここで引いていくー。じゃあウパさんこのターンこのまま攻撃で。もっかい頭突き行くか、リベンジ。おら？来た。ウパさんも STR15 か。みんなダメージボーナスあるやん。3、弱。弱い。どうすりゃいいんだろうねこれ。いやーなんかモルテザー狙った方がいい気がするこれ。隠れんなよもう。モルテザーが何ターン待ってくれるかが全然わからんから辛いんだよね。モルテザー行った方がいい気がする。いけいけいけ。じゃあモルテザー行きますかとりあえず。あ。終わった。すんません。モルテザーはひらりとかわし、2ターン目もそのまま呪文を唱え続けています。グサオさんどうするかだなこれ。化け物 B 倒した方がいい気がするなこれ。じゃあ B 行きます。ああ。あ終わった。次化け物ターンか。誰に攻撃するか、メテオさん。よし。え、何？メテオさんへの攻撃っすね。はい、一発目外れとりあえず。よしナイス。二体目の攻撃対象、がグサオさん。よし、助かった。頼む外してくれ。二体目も外れ。おーおー。ナイス。次自分かな？じゃあモルテザーやばそうなんでちょっと組み付き行きます。なんだ組み付きって。組み付きだったら呪文詠唱なんとかなりそうじゃないですか？じゃあやってみてください。いっけー。
おーナイス、これどうだ？組みつきか。組みついたらそこから STR の対抗になるんだよな。あ、4。こう組みつくやつ大体死ぬんで。まあとりあえず組みつきましたということで。頑張れウパパロン。レイマリさんごと言っていいですか？モルテザーに。ふふふ。まあいいんじゃない。くらえずつき、いけ。うわった。ダメージ出していいですよ。6。やばい。これもしかして自分死ぬ？じゃあ正確に狙えたかどうかを判定すればいいのかな。ギャンブル来た。じゃあ 1D に振ってもらって、1だったらモルテザーにしよう。頼むぞ。ああ。これって回避触れないですよね。触れるわけねえだろ。レイマリに、ダイレクトアタック。ガハ、ガハ。レイマリさんショックロールなんで。やばい、やばい。絶対組みつく必要なかった。ああ、おやすみなさい。レイマリさん気絶しました。ほとんど役に立たねえな。とりあえずもう B 倒すわ、B 殴りに行きます。ネテオさんが安定してるんだよな。YouTuber ここに来て安定してるわ。おっと最大値。ナイス、ナイス、マジででかい。じゃあ化け物は、このパンチを食らって倒れました。おーおーよしよしよし。やったー、でかすぎる。ありがとう、一人使い物にならんけど。満身創痍なの笑う。次モルテザーの呪文ターンですけど、まだ呪文を唱え続けています。やばくないこれ。レイマリは何やってんだ？レイマリ気絶。次グチャオのターンやぞ。あー、やばい。足なくなる。じゃあレイマリさんを蹴り上げてしまったということで。あははははは。は悪いレイマリさん、許してくれ。ここに来てレイマリさんがやばい。レイマリさん死ぬぞマジで。じゃあ化け物が対象を決めます。レイマリさんにやったら終わるぞ。あーメテオさんだなー。よかったよかった、安心できるわ。あ、成功なんで回避振ってください。お、ここに来て安心感がやばい。じゃあメテオさんはひらりと化け物の攻撃を避けました。次ウパさんだね。じゃあ21歳拳で行くわ。マジか75で失敗か。じゃあ拳は外しましたと、次メテオさんか。頼むぞ、一番頼りになるこの男。来た、頼りになりすぎだろマジで。殴れ殴れ。押し。うおーすごい。ナイスすぎ。モルテザーは若干体を震わせましたが、まだ呪文を唱え続けている。嘘でしょ7ダメージだよ。ここで、モルテザーの周りに魔法陣が浮かび上がり始める。やばい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 。何やってんだ。任せろ、私がとどめを刺す。サンジ頼むぞサンジ。ナイスナイス来た、来たぞ。いやあ微妙だけど。まあ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 、読んでも。これで一応勝ちか。じゃあここでグチャオ教授の攻撃によって、モルテザーは砂の上に倒れます。よし。おならかけろ。なんでだよ。すると、倒れた体が震えながら膨らみ始める。え？ブクブクと湧き立つように大きく膨れ上がった死体は、ボコリボコリと音を立てながら破裂していきます。デイダラ？中から、大きな鍵爪を持ったモンスターが現れる。あれこれ逃げた方がいいやつもしかして。ずしりと立ち上がったその化け物は、みるみるうちに巨大に成長していく。その場を収める圧倒的な気迫と存在感に、その生物が遺跡の奴らが崇拝していた外なる神、ニャルラトテップの真の姿であることを本能的に理解します。恐ろしく邪悪で強烈なイフの念に駆り立てられたあなたたちは、正気度判定お願いします。気絶は？自分はないですよね。気絶はない。やっと来たここで成功。でかいマジで、ありがとう。なんぼ？成功は、1D10。え、成功で 1D10? 危なマジで、死ぬとこやったわ。失敗は？失敗は 1D100。 1D100? やばいって、気絶しといた方が良かったこれ。え、マジで言ってる？100なの本当に。本当に100。やばいぞ。あー終わった、93。ぐさー。頼れる男、マジかよ。あー二人とも産地マイナスいった。やばいってもう。あ、でもまだ死ぬわけではないんですか？いや二人はキャラロストで、ウパさんとレイマリさんは耐えた。これ気絶しといた方がよかったやん。化け物はあなたたちを一別して消えていきます。気がつくと砂の化け物も見当たらず、親と思ってあたりを見渡すと、すぐ近くにパステルカラーの村が見える、ヌビア村だ。あなたたちはようやく、この長い旅が終わったのを実感するでしょう。あなたたちは朝日に照らされ、寂しく色づくその村に向かって歩き出します。